皆さんこんにちは、ラバーラックです。トランスポートフィーバー2やっていきたいと思います。かなり久しぶりに実況の方させていただきたいなと思っています。はい、発売から1年が経つこの時期ですが、徐々に、モッドが増えてきて、いろいろすることができるようになりました。で、私の方はですね、動画界である程度進めてまして、いろいろ道としてはできてるんで、一度か二度動画でお見せはしているんですけれども、その先、山を越えた先を今回は作っていきたいなと思っています。ということで、まずはじめに駅の紹介ですが、4線ありますね。4つあります。で、4つそれぞれに停車ができるという感じで、少しだけ大きな街にしたいなと思っています。まあ、山の中唯一の駅という感じにしたいので、そこからやっていきましょう。はい、で、道路はもうすでに引いておきました。まあ、道路引く作業はそこまでね、見どころではないので、先引いちゃおうかなという感じです。少しこの高低差のある場所に2つ、まあ、ある程度街のようなものが作られる予定です。では、まず駅前作っていきたいなと思います。駅をまず改造しましょうか。いつも通りオランダのモッド駅ですね。で、なんでオランダのモッド駅使ってるかっていうと、オランダの駅の方は日本みたいなあのホームの高さがあります。で、それに対してヨーロッパ駅は少し低いんですね。ステップを上がるような形の駅になってしまうので、どうしてもオランダ駅の方が、まあ、日本人にはしっくりくるかなというのでやっています。どんなのがいいかな。少し大きな駅なので、まあ、ひさしをつけてもいいですよね。ひさしをつけてあげるんですが、あんまりでかすぎるのも考えものかな。これぐらいいいかな。真ん中だけにしましょうか。こっちとこっちどっちがいいでしょうか。これか。一連どっちもいいな。どっちもそれっぽいですよね。こっちの方が若干圧迫感は感じますね。で、こっちの方がどうしても開放的、開放的な方がいいかな。そしたら、じゃあ開放的な方にしましょうか。よいしょ、真ん中削ればこんな感じになります。で、あとはで半分ぐらいこんな感じにしときますね。昔はこれぐらいの幅で、まあ、機関車が全部収まっていたんだけど、近代化に合わせて徐々にこう長くなっていくといった感じでしょうかね。で、当然駅のプラットフォームのこれだね、もうつけておきましょうか。で、こっちはこれでいいかな。左右非対称にして、しかも真ん中もそうしようか。真ん中もそれの方がいいな。こうかな。OK。あまりね、対照的なのだと不自然になることが多いので、私の好みとしてはちょっと、非対称にしてあった方がいいと思います。で、こんな駅もあるんだね。これもモッドですね。ちょっとでもみすぼらしい駅だ。相当ちっちゃな駅感が出るね。これぐらいかな、大きな駅にすると。で、まあ、重要文化財であるこの建屋にこうかぶるといった感じにしてもいいのかな。あと、こんなのもありますね。かぶせるタイプのやつですが、あ、こんな感じでもう本当に片方は景観ぶち壊しみたいなしてもいいですね。こんな感じで。で、これだと多分かぶっちゃうか。そしたらやめとこうね。で、こうだね。これだとどうだ。あ、いい感じでこういい建物をこう景観でぶち破っている感じがしていいんじゃないかなはい、こんな感じですね。さすがにでもな、こっちよりこれの方がいいかな。綺麗にしとこう。そしてこれは一旦外して、
こうだね。で、若干かぶらせよう、ここに。はい。で、他には、こうかな。若干大きく拡張し続けてきた歴史がありますよといった雰囲気でしょうかね。はい。で、これの後は地面だ。ペイントツールを使って、床か。これでもいいな。ちょっと室内ではない、室外ではないな、これは。でも室外の感じじゃないな。タイルだ。タイルが欲しいな。タイルだとやっぱこれなのかな。これ多分近くによるとすごい綺麗なんだろうけど、ちょっと遠くから見るとタイルの雰囲気がわからなくて微妙な感じではあるね。これならいいかな。ね、これぐらいだったらそこまで違和感ないかな。四角くしてきちんと綺麗にやって、で、いらない部分は全カット。こうだね。こうすればなんとなくいい雰囲気になるんじゃないかな。うん、イタリアっぽいまさにイタリアって感じだけど、まあまあまあいいでしょう、これで。あと遺跡を置きたいよね。こういう壁みたいな遺跡を置くことによって、かつてここに何々がありました感をこう出しておきたいんだけど、それもこう不自然な形で、多分今の町とは違う区割りでやっていたために少し変なこう斜めってたりするね。そういう部分を作りたいな。こんな感じで、もう一つ 50m でこんな感じかな。若干かぶるか、ホームにかぶるな、これは。ちょっとそうだね、まあホームにかぶっても、まあ歴史的建造物がこうかぶってます的なものでもいいかもしれないね。で、真ん中にも何かこう塔みたいの、塔みたいのにするか。あ、専用のパーツあるんだ、きちんとこれもモッドなんですが、きちんとこう専用な感じがあるんですね。ちょっと違うな。こんな感じかな。まああんまりこう自然な感じではなくて、不自然になんか意味があったんだろうと思わせるような雰囲気が必要ですね。で、この辺りにもこういう、あ、これも必要ですね。多分、ん、この辺りかな。駅がほとんど見えない多分この道路はこのかつての道路があっただろう場所を避けてこう設置されていると。歴史的建造物を今に残すためにね、こんな感じになってますと。そういった感じにしましょうか。歴史の街といったところですかね。で、歴史の街なのでどうしようかな。こういうアーチを横断させてもいいですね、道のところに。どこか置いていきましょう。こうかな。で、少し下げた方がいいな。合わせて、高さは合わせたい。こうですかね。ここに市場でも建てようか。市場というか、なんというかね、一応クリスマスマーケットのモッドなんですが、ちょっとまあ街の近くの
なんていうかな、この歴史的な建物の近くにはこういった現代的なものもありますよっていう感じにして、まあ少し古いものも新しいものも使ってますよ感を出した方がいいのかな。クリスマスマーケットなんでちょっと明るいですが、こんな感じかなね。これで入るかな。ちょっとまだ大きいか。いやでもギリギリちょうどぐらいかな。こんな感じだね。何があるのかよくわかんないけど、でペイントしていこうか。ペイント、自然な感じでこう残しといてあげてもいいかな。もうちょっと人が踏んでるからね、少しこんな感じにして、まあ天然の芝の上ではあるんだけど、少し踏み荒らされてますよ感を出した方がそれっぽいかな何の建物だって感じですね。でまあ、都合が悪い時は必ず木を植えれば問題ないと。で最近新しいね、木のモッドを入れてあるのって結構低いものから高いものまで、たくさんの品揃えをしておりますので、こういうところはもうバッチリ隠せるといった感じですね。ほら、はい。で一本高い木だね、ちょっと高すぎ。こんな感じかな。でこっち側は綺麗なんですけど、ここに関してはヨーロッパでも日本でもありがちな、なぜか普通に駐輪場とか駐車場に使われているということにしましょうかね。逆か、これはこうだね。こうでここでこんな感じかな。はい、こういう風にして、で一箇所だけ穴を開けて、で道路ペイントにすると。これじゃないな、道路にしなくてもちょっとこう、こんな感じかな。でここを2つ開けておくと。でそしたらアセット、自動車のアセットだね、を置いていけばいいわけな。でこういう橋にはまた鉄道会社が、まあ景観を無視していろんな、まあ、設備、まあ必要なのでここに設備を置いておくなんてこともするんじゃないですかね。あえての何か河川のようなもの、河川中華のようなものをこう置いておくと。なんか意味あるんだろうなと思わせて置いておくことによって、まあ何かしらの意味を持つんでしょうといった感じでしょうかね。はい、随分こう対照的に汚い感じですが、意外とこっちの方が綺麗に見えるかもしれないですね。で極めつけはこ
この世界遺産のような建物をぶち抜いた形でこうガレージを作るという感じにして、はい結構すごいことするなという感じですね。はい。でまあ都合の悪い時にはもちろん木を生やしておきましょう。もうちょっと高い方がいい。低すぎ、でかすぎ。あ、これぐらいでいいか。はい、こんな感じで町の一角が完成しました。ひどいな。